TikTok か。TikTok なのか。どうも。TikTok。TikTok 監禁とか出てくるかな。うん。投げ銭で稼ぐまでの仕組みについてお話ししてきます。獲得したダイヤモンドを現金として銀行口座に振り込む。ああ、ここにも書いてある。ペーパル持ってるだって。まあ、ペーパルってのもまあ作れるんだろうけど、なんか、ペーパルってさ、なんかあんまりいい噂聞かないから、あんまりなんか嫌なんだよね。まあでも大丈夫か。ペーパル経由で、銀行口座に振り込まれる。振り込み申請をして5日営業日ほど。あ、思ったより早いね。1ヶ月ぐらいかかるイメージあるのに。みんなが投げてくれたやつが、そもそも即反映されるのかな。今日投げられたらその日のうちに反映されるんだとしたら、そっから申請して5日以内だったら5日ぐらいでってことなの。30% ぐらい。TikTok での換金率は 30%。30% はきついな。 35% って聞いたけど、このサイトには 30% って書いてある。ふわっち言うても50前後だからね。 20% ってきつくない？2倍等まではいかんけど、2倍近く違うじゃん。だって 30% と 50% ってかなり違うよね。1万投げられて3000と5000の違いよ。でもなあ、まあ今換金率ってより、まず投げてくれる新規がいないともうどうにもなんない状態だから。で、 TikTok もしかしたらだけど、ワンチャン新規開拓あるかもしれないから、換金率にこだわってる場合じゃないのかもしれない。今の俺の置かれてる状況って、換金率にこだわるとこじゃないのかもしれない。いくら還元率良くても、投げてくる人いなかったら結局ゼロだからね。TikTok なのか。TikTok か、これ。てか、腹減ったな。いや、そう、新規開拓しないともう無理だと思う、マジで。うん。閲覧のレベルが違うし、3割でもバズったらやばそう。TikTok でさ、閲覧多い人ってどれくらいあんの？ TikTok ライブとか見てる人いる？まあ、ヒカルとかはさ、TikTok じゃなく、まあ、YouTube で有名になって、YouTube リスナーを TikTok に引っ張ってきたの。プラス、あ、有名な YouTuber のヒカルだっていうんで、TikTok リスナーも、あの、有名人のヒカルっていうだけで多分、名前だけで言っちゃってる感じだから、ネームバリューだけで。正直、ヒカルとかの、閲覧数ってあんまり参考にならないと思う。だからもう他のサイト、まあ、特に YouTube、 他のサイトで有名じゃなく TikTok から有名になった人で閲覧多い人ってどれくらいいるんだろう。ヒカルとかってそうじゃん。もう YouTube から無理やり引っ張ってきたリスナープラス YouTuber のヒカルだっていうネームバリューだけで TikTok リスナーがいっちゃってるから、ヒカルの閲覧って当てになんないと思うんですよ、うん、あくまでその TikTok の
TikTok から始めた YouTube とかでもやってない人ってどれくらいいるんだろう。うん。ちょっとわかんないな。見てないからね、普段 TikTok なんて。いやー、このままふわっちゃっててももう、多分無理なんだよね、これ。正直限界しか感じてない。限界すら、限界しか感じないもん、これ。これ何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 猫あ、やべえ。俺、ちょっと今日予定があるの忘れてた。ちょっとだけだけど、もう1時間ぐらいで終わるんだけど。あ、でもまだ間に合うか。いや、まぁちょっとした予定があってね。まぁちょっとそれ終わってからまたやるわ。そうだ、忘れてた。うん、いや、お昼、お腹すきましたね。ランチタイム安いっすよね。いや、デートとかじゃないよ。1時間1時間でデートってどういうことやね。1時間だけデートするのってなかなかないでしょ。やったことあります？1時間デートとか。あ、俺あるな。なくはないな。でも本当数えるぐらいだけど。6.5 号機出ますね。そうだね。キャッツアイとかってあれ 6.5 号機なんだっけ？もう入ってるよね、あれね。海鮮丼いいっすね。海鮮丼ってでもさ、中に入ってる具によってだいぶ変わるよね。一言で海鮮丼って言っても。なんかいろんな具があるじゃない。2色のマグロ丼、なるほど。そうだね、キャッツアイそうですよね。キャッツアイも出てるよね。もうほんと最近、早いとこだと、東京とかだと多分、何日か前。俺が住んでるとこ多分今日ぐらい、早いとこだと今日多分導入だと思うけど、東京だと多分、何日か前に導入されてるでしょ。見つめるキャッツアイ。はいはい。
日に七色に光る怪しくキャッツ。あー、磯丸わかるわ。磯丸って安いっすよね。でも本当にさ、高いところと比べるとやっぱちょっと磯丸は美味しくないけど、でも正直値段にしてはそれなりに美味しく食えるかなっていう、そんな感じ。磯丸水産で、あのなんかカニの瓦の甲羅焼きみたいなのあるじゃん、あれよく頼んでたわ。まあ磯丸って5回ぐらいしか行ったことないけど。これなに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 猫。知らないですか、 TikTok で流行ってるやつ。なんかこう最初隠してるのよ、猫で、これなにこれなにこれなにこれないこれない猫とかつって、猫の顔とかをバーっていきなりバーって出すみたいな、 なんかいろんなパターンがあるんだけど、知らないのそれ。その流行りは終わった。あ、そうなんだ。TikTok って YouTube のショート動画と何が違う？多分 TikTok が流行ってから、 TikTok のショート動画が流行ってから YouTube が真似しただけなんじゃないの、それを。で、それで TikTok のショート動画を YouTube に転載してる人もいるし、まあ、要するに YouTube が後から真似たんじゃないですか。ふぅー。例えば昔ニコ生があったじゃない、生配信サイトで。ニコ生があったのに、あ、こうやって素人の生配信動画とか生配信儲かりそうだからうちもやってみようかなって後から参入したツイキャスとかフワッチとかがいるみたいな。これなにこれなにこれなにこれないこれない猫。あ、もうダメだ、詰んだ、もうダメだこれ。なんかもう配信しててもさ、投げ銭全然飛ばないからもうダメだね、本当に。本当にマジでやばい。マジで積んだ。
ルナも全然上がんないしさ。ルナも全然上がんねえし。ルナ全然上がんねえよ、マジで。今3位って。でこれ全然投げられてないからね、これ。で、ここのさ、U70 っていうさ、まあ要するにレベルがめっちゃ低いやつじゃん、これフリーじゃない。で、俺ってさ、もう投げ銭最近少ないから、このレベルの低いランキングのところにエントリーできちゃうの。で、ここの人が全然投げられてないから3位なだけ。それこそ無料だけで結構いっちゃってるから。3位って言ってもこれだって俺多分あれですよ、ほんと4000円ぐらいよ多分、今日多分来たの。それでこの順位、しかもどっちかっていうとこのお魚ランキングの方の方が投げられてるから、多分こっちのエントリー制のイベントの方ほぼ投げられてないと思う。有料の方ほぼ投げられてない。それでこのランキング入れるんだからね。この順位入れるんだね。あ、匿名のバター出す、お魚出す、うん。いや、無料でも上位行っても意味ないって。無料で上位行ったってお金にならないから、無料1円にもなんないから、意味がない。稼ぎがないじゃん。うん、あ、お魚出す、匿名バター。あ、匿名の方、お魚出す。だってイベント参加してる人ってさ、結局さ、1位にならしてくださいとか、応援お願いしますとか言ってるけど、内心ね、無料飛んでもお金になんないから、でも無料だけじゃなく、あ、違う、無料はいりません、有料くださいなんてみんな言えないから、だから言わないだけで、内心有料くださいって言ってるようなもんだから。うん、いや、マジで。いや、もちろんその1位の恩恵がさ、なんかちゃんとあって、で、その無料だけでも2位か1位ギリギリ争ってて、無料欲しいってんだったら分かるけど、そうだったらまだ分かるんだけど、何かしらの恩恵があってね。うん、でも基本、みんな、無料ありがとうとか言ってるかもしれないけど、それも有料が飛ぶように、無料ありがとう。まあ、要するに、無料でもこの人はありがとうって言ってくれるんだ、いい人だなって言うんで、その有料の呼び水として言ってるだけで、ぶっちゃけ無料なんて内心そこまで感謝してないと思うよ。本当にそのランキングを競って、その無料によって恩恵がなんかちょっと受けれる感じだったら、まあわかるんだけど、うん。絶対そうでしょ、どう考えても。あ、匿名の技とかお魚のさ、無料ありがとうは有料の呼び水として言ってるだけだって、絶対。ほとんど。それは1位になってね、なんか例えば賞金もらえます。で、2位と1位結構ギリギリですみたいな。それだったら無料も確かに嬉しいよ、心から。うん、例えばマンスリー1位と2位で50万賞金が違うじゃん。で、メガホン投げられることによって、2位から1位に上がったら、そのメガホンに50万の価値があったってことだから、その無料は確かにめちゃくちゃ嬉しいってなるけど。うん、プラチナは一応行ったことあります。何回か。数回。でも、すぐゴールドプラスに戻るんで、大体ゴールドプラスだったんですけど。で、俺がめちゃめちゃ投げられてた時だったら多分プラチナプラスなってたと思うんだけど、その時そのプラチナとかのなんか称号システムがなかったんで、めちゃめちゃ投げられた時だったら多分プラチナプラス行ってたと思う。うん、昔ですけどね。あ、りょうさんだす。街の案内だす。あ、ゴーバーやだす。ありがとうございます。これ何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 猫。
これ何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 これクズあ、遠くめのなす、お魚です。干してないです。そのまま放置でございます。あ、お魚どうも。お腹すいた。魚あざす。魚。魚食いたいな。刺身、なんかすごい美味しい刺身とか食いたい。なんかすごいいいブリとか食いたい。寒ブリみたいな。寒ブリって季節じゃないか。ちょっとね、予定がちょっとだけあるんで、ちょっと一回終わるわ。いやー、きついなー、ほんと。投げ銭がマジで詰んでしまいました。あ、お魚ありやす。あ、お腹すいた。マジ詰んだな、これ。これはね、詰みましたよ、本当に。
まあとりあえず一回終わりますわ。トイレ行きたい。トイレ行きたいからもうすぐ切ろうかな。あとトイレ我慢するのきつい。まあ5分ないけど、あと4分ぐらい。途中で終わっちゃっていいですか、もう。トイレ行きたい。だってこのままトイレ行ったらもう、だってもう配信終わっちゃうぐらいだからね。みんなをなんかトイレで待たれて終わってもなっていうのがあるから。さっきからちょっとトイレ我慢してるんですよ。終わるか。ちょっと終わりますわ、じゃあ。まあ、また適当にやりますんで。一回お疲れ様です。お疲れ様です。